テルさん、これは水を溜めるんですか？雨水を溜まるんですか？下から掘ってるんで。あ、下から井戸的なやつ。それをそこに溜めるんだ。そう、馬用なんですか？馬用じゃない、家用の。あ、家用。この牧場の境目っていうのはどの辺なんですか？道と、はい、下に川がある。はい、川が境目。川までだって 1、2 キロあるんじゃないんですか？そう、いや、あれはちっちゃい川。ちっちゃい川。東京ドーム、これでも、これで、40ヘクタールぐらいやな。まあ、ヘクタールで言った方がいい。みんな、日本人は東京ドームを何個分って言うんですけど、俺はあんまり分からないけど、十何個ぐらいですかね。アボカド、アボカド、でかすぎない？もうマンゴーの時期終わった。これもマンゴーの木ね。あ、これがマンゴーの木ですか？お、時期的には終わってるけど、アボカド。いくらするの日本で？いや、この結構でかいよ。でかいでしょ。ここはもう全然誰も食べないからね。え、なんで？ラファーか言わないかい。これけんも、ラファーか、いいさ。でも味は同じなんでしょ？ああ、一緒です。これちょっとね、立たないと柔らかくならないから。アボカドでしょ。アボカドだ。ほんとだ。美味しそう。めちゃくちゃ家にも持って行ってるけど、日本、ブラジルはみんな砂糖で食うの。これ砂糖入れて食べてたりするんだけど、醤油で食ったらうまいって言ったのに誰も試しないんだよ。醤油とわさびで食ったらうまいでしょ。美味しいです。そう。おー、カピー、ラのジャポンはこの醤油消し込み。醤油、わさび。人間コンプはすぐ。あれ、ベリー、あっちベリー、奥がベリー、ベリー、マンゴー、マンゴー、柿の木。ブラジルの方は柿の木結構植えてるんですか？いや、あんま見ないよ。これね、こうちっちゃいこうあれ出てくるんだけど、それ終わるとアーモンドみたいなのがある。ブラジルの方は あんま好きじゃないんだね。日本人めっちゃ好きなんだよ。俺も食わない。俺も好きじゃない。俺マンゴーも熟したマンゴー嫌。硬いやつ、まだこう、まだ青い時に食いたい。タイでよく食べるんだよ。あれ好きなんだよ。そう、美味しい美味しい美味しい。そう、塩で食べたりするの好き。着々とみんな来てるでしょ。そろそろ50人ぐらい来ると思う。50人。今日の肉は何キロぐらい用意？今日は10キロの羊と、豚が5キロで、牛肉が7キロぐらいで、ビールは1杯。何本くらい？あー、ビールは4ケース、5ケースぐらいでしょ。24本の600ミリの100人、マックス120本ぐらい。そうだね。でもまだ足りないと取りに行かなきゃいけない。おおおおラコショーケイン。うわ、いいんだよ。なあなあ、たのんしちゃー。
前ほいと思うと結構低いね、これ何個前48本ただ1本で手振り通りな48本そう、まず取りに行かなきゃいけないMas não vai internar na Santa Casa, não vai internar lá no anti-alcoólico. Tchau! O Dusan é pro Kai Kai na Aisa, Sarelenso, né? Sasuga Sensei.トゥルさん、22年ぶりですか、カーニバル。カーニバル22年ぶり。どうでした？ただ飲んでるだけ。それが一番楽しい。トゥルさん、高校時代ってどういう感じだったんですか？いや、はずの覚えてないけど、もうちょっとこうみんなでワイワイしてたような感じがする。あ、中学時代。そうそうそう。でもやっぱあんな時間まで起きてた。起きてた。まだ今日、昨日早く帰った方が、今日試合やったから。じゃなきゃ3時、4時ぐらいまでは伸びる。その割に結構今日みんな、やっぱ重そうでしたね、やっぱそれがあったから。さすがに体調不良やね。俺もそうやったけど、俺半分で終わったけど、つらかったもん。まあやっぱブランコと74歳で動き方は半端なくて。70歳でサッカーやれるってすげえ幸せなことやと思う。お父さんもたまにやるんだけど、すぐ痛くなったりするから。74歳のキックのタッチが良かった。まあ柔らかいよね。サッカーやってる人だなって。この人に一回ね、ズミが来たんだ。ズミが来た。ベテランチームで試合した。そしたらズミが入って、とんでもない強パス出したんだ、この人に。取れるわけねえだろっつって。みんないじられて。監督ズミや。小川義ズミ。監督。ふざけんじゃないよ、やばいでしょ、頭いいけどね、あいつは上手くなってほしいね、上手くいってほしい。 GM 巻き、これで上がったら面白くなるね。日本のサッカーが面白くなる。そういう楽しさっていうのはやっぱ大事だと思う。真面目だったらいいとか、あんま好きじゃない。チャンネル登録よろしくお願い。